皆様こんにちは。今回は Android OS のモバイル決済サービス Android Pay を解説させていただきます。 Android Pay は2015年9月から米国で開始された新しいモバイル決済サービスです。近距離無線通信モジュールの NFC が搭載されている Android を店舗の決済端末に近づけるだけで瞬時に決済ができ、とてもスピーディーにお買い物をすることができます。Android Pay は2016年9月末現在、米国、英国、オーストラリア、シンガポールで利用することができますが、日本ではまだ利用することはできません。ただし、Android Pay が利用できる地域であれば、例えば海外旅行時などに利用することはできます。また、Android Pay は Android 4.4 以降で専用アプリをインストールしていないと利用することはできません。Android Pay の仕組みは、Android にクレジットカード情報を登録することで、Android をクレジットカード代わりにして利用することができるというものになります。そのためまずは、クレジットカードを Android に登録します。Android Pay は、Android を利用してスピーディーに決済が行えることだけがメリットというわけではありません。クレジットカード情報を Android 本体に直接登録せず、バーチャルアカウント番号というランダムで生成される仮想番号を用いて登録することにより、Android からクレジットカード情報が漏れる心配がなく、安全性が高いことが最大のメリットとなります。そのため、クレジットカードを持ち運ぶよりも安全なわけです。クレジットカードの登録は、Android Pay アプリを起動し、カードを追加をタッチします。Android のカメラが起動するので、フレームにクレジットカードをきっちりと合わせます。すると自動でカード番号を読み込んでくれます。有効期限と CVC 番号を手入力し、決済時に必要となる4桁の暗証番号、ペイメントピンを設定すれば登録は完了です。ペイメントピンは決済時に必要となることがあるので忘れないようにしてください。ちなみにうまくカード番号を読み込んでくれない場合などは、カード読み取り画面の下の方に表示される手動で追加をタッチすることで手入力による登録も可能です。Android Pay が利用できる店舗には、Android Pay のポップやシールが飾られています。また、Android Pay アプリのヘルプから利用できる店舗の一部を確認することも可能です。実際の決済は Android のスリープを解除して決済端末に近づけるだけです。カード登録時に設定したペイメントピンの入力が求められたら決済端末に入力します。たったこれだけで決済が完了します。決済が完了すると Android に通知が送られてきます。Android Pay は特にクレジットカードのスキミングなどの犯罪が多い海外において安全に、そしてスピーディーに決済を行うことができます。海外旅行に行かれる場合は、データ通信の確保、オフライン地図の事前ダウンロード、翻訳アプリのオフライン設定に加えて、Android Pay を事前に設定し、ぜひ現地で利用してみてください。以上、Android OS のモバイル決済サービス、Android Pay の解説でした。